さあ始まりました、けんさん TV。 本日は金閣寺。今から金閣寺に行きます。哲学の道。あ、今私もバーッて入れて、あ、いいよ全然。そうなんだ。了解です。じゃあ後で。いや、わかんないけどね。この哲学の店、こういう感じのね。そうですね。はい、ゆっくりと。会社になって帰ろう。エロスケ、エロスケどこ行ったんだろうね。コロスケみたいな感じだ。足りるかなってぐらいいっぱいあるね。古い建物だけど、何これ今ガイドさんが一組一人いるんだ。じゃあここでチケット買います。大人、これチケットです。燃えたのかな。金閣寺の闇です。苔裏葺きと言いまして、すごい技術だね。なんかすごい声が聞こえてるんだ。はい、クルスとって900円。トレイル。お父さんもあれだね。信号に近いよ。
だいぶね長いこといるから、そうなんだろうね、そうなんやは関西弁、そうなんや、なんだろうね、難しいよね、言われるとね、俺もよく言われるんだよね、韓国の人に京都弁教えてよとかって言うんだけど、京都弁を意識して喋ったことがないから、多分おばあちゃんとかと喋ってた時は多分戻ってるんだと思うんだけど、もう分かんない、そうなん、なんかもうぎこちないもん自分がいやそんなことないけど、なんか意識するとよく分かんない自分がどうなってるのか、生徒に、先生京都に行きます、うん、で先生何で行ったらいいと思いますかみたいな感じで聞いたんだ、そんなちょっとね授業的な感じで、授業的な感じで、彼の授業中ほんでなんか電車で行くかバスで行くかとか、うん、車で行くってっていう手もあるなとかなってて、でもさ絶対京都行くにはそういう奈良とか行けへんやんって言うたら、うん、えとか、あ、違うところ行ける、行けますよ先生、へー、地図出してきて、へー、そうなんだ、あとはレンタルサイクルかな、うん、いいね、レンタルサイクルも、うん、知らんかった、知らんかな、知らへん、もうめっちゃさ、ぎこちな、あそこでくつろぐんかな、あ、いいね、あれ生まずなの、うねうねするやつ、あれか、あ、本当だ、見たい、ナマズっぽい、あの壁際の方だよね、うん、壁際の方なんそれ携帯でも使えるかな、あ、使えるよ、貸して、うん、なんかよくわかんない感じになってるね、わかりづらい、一人で必死だね、にゃおー、10メーター、本当にあれだね、向こうだね、ああいいじゃん、そこそこ、あ、分かった、だから、俺が行くのはここなんだよ、コリアンじゃなかった、コリアンでした、何千字来ました。でも入りません。